これでもう今ホイールナットに600ニュートンかかってるんで、早っ、60キロ。これちょっと握めてみたいと思います。ということで簡単に、あ、取れました、アソちゃん。今回の、まあ、装備の目玉の一つだと思うんですけど、お、冒頭でね、麻生さんがおっしゃってた、事故防止ということで、これがほぼメインの作業になると思うんですけどね、ホイールナットの点検、増し締めをするための工具なんですけど、これがですね、これね、組み上がったらね、あー、なるほどってなると思うんで、お、これなんですけど、ホイールナットを締め付けるための特別なトルクレンチ、東日 TW 型トルクレンチ、トルクレンチなんですね。ホイールナットっていうのはですね、大型車で600ニュートンっていうことで規定トルクが決まってるんですけど、まあ、大体約60キロ、キロでいうと60キロで、締め付けトルク60キロっていうのは1メーターの長さの工具で上から60キロ、だから体重60キロの人はぶら下がってちょうどいいと。それ結構パワーあります。そうなんです、まあ、ホイールナットがねこちらにあるんですけど、大型車で10本あるんですね。あれを1メーターの工具で10本60キロで締めるの大変だよねということで、で開発されてるこの工具なんですけども、この工具なんですけど、締めるときにこれで手で締めるんですけど、実際ここは回るんですね。おお。でこの状態でここで減速されてるんですよ、ギアが入ってて。へえ。でそれによってトルクが増強されるんですよね。おお。この短い工具でしかも軽い力で60キロ、こっから60キロを発生できる。でこれラチェットになってますから、こう何回でもこう往復すれば締めていけると。でなおかつこの重たい部分をこの足で支えてくれていて、高さも軽い力で変えられる。あ、軽い力でこういう動きでこう素早く楽に締めていける。これもね、先ほどのホイールナットのトルクレンチにと同じぐらいね、目玉商品となってるんですけど、電動のインパクトレンチなんですけど、ね、インガソールランドコードレスインパクトレンチ、このサイズで大型のホイールナットがこれ回せるんですよ。これね、充電式になってるんで、電動で、でこのサイズでね動くなんてね、今まで全然なかったんですけど、もっと大きくて重くて扱いも難しいね、大きくて重いんで、大体なんか電源引っ張ってるとかエアーつながってる感じですもんね。でエアーのものでももうこの3倍ぐらいの大きさのものを使ったりとか、そんなでかいですか、はい、するんですよ昔のやつは。はい、はい、じゃあ先ほどね紹介したこのホイールナットを増し締めする工具をね、点検のまず第一の作業なんでね、これを紹介したいと思います。ちょっと今回実用のボックスしかちょっと今手に入ってないので、ジスのホイールでやっていくんですけど、ジスのホイールの場合右側が右ネジ、左側が逆ネジってことになるんで、これ今逆ネジにセッティングしてあります。じゃあ正ネジ締めたいよってことになれば、これ今逆ネジはこう締めるんですけど、はい、ひっくり返してこれも付け替えると、そうすると正ネジ、あ、両方対応してるんですね。で、はい、今回は逆ネジなんで状態でいきます。本来なら60キロでやらなきゃいけないんですけど、この道具を使えばこういった形で、あ、もうフィットしてる。これでもう今ホイールナットに600ニュートンかかってるんで、早っ、60キロ。あ、なんかちょっと締まった感じがありますね。ことですね、やっぱちょっとずつカチカチいってる分だけやっぱ締まってるってことですか。まあ、今の状態ではこれ締まってない。あ、締まってないですね。で今これ締まってるように見えるのはこの太い棒が
しなってます。ああそうなんだ。それだけ強いトルクで回してるってことです。おお。はい、これで1本分完了と。実でも1本あたり8本、そうだと10本ありますんで、本数が多いんでね。ということで、まあ、これを使ってやっていきます。で今回ですね、この用意したインガーソールランドのインパクト 20V ってことなんですけど、これ今あれですもんね、バッテリー充電性完了したやつですね。そうですね、フル充電これしたんですけど、だいたいね多分1時間ぐらいで満充電できてるんですよね。お早いですね、まあ、充電が早い、それからトルクが高いです。今先ほどの動画で600ニュートンで締めたものなんですけど、これちょっと握るめてみたいと思います。あ、逆に回すんですか。はい、逆ネジなんで、この右に回すと緩みますということで、簡単に。あ、取れました。はい、はい、緩んでますんで、この大きさでこれだけのトルクでね使えるっていうのはね、すごい楽でいい。コードがいらないですもんね。はい、これは私も欲しいです。いくらなんですかねこれ。ねえ、ちょっとね、あとでちょっと詳細を確認したいですけど、じゃあちょっと締めてみますね。はい、まあ、どこで順逆って切り替えてるんですか。ここですね。ああ、そこの部分が右左かと、はい、右か左かと。こちらに押すと右に回る、左を押すと左に回るということで、で左に締めますけど、まあ、トルクが決められてるんで仮締めまでにして、で最後これで当たると。トルクのチェックがこれでできますので、最終的にはこれできっちり。あ、なんかだいぶ締まって、まあ、まさかさっき変えてみて、今緩めにねしましたんで。お、あ、こうカチカチっとなると。はい、できてると。おー。ちょっとこれを活用してね、今後もやっていきたいと思います。で、あの点検の中でね、まあ、今回ホリナットに関しては増し締めをやるんでね、これ使わないんですけど、ちょっと参考動画ってことで点検ハンマーの使い方ね、しっかりね理解してない方もいると思うんで、ちょっとやりたいと思うんですけど、大体皆さんね音で判断しろと習ったり聞いたりしてると思うんですね。叩いてみますね。これ全部ね、今きっちり規定トルクで締めたものなんでいい音してますね。まあ、どれも同じ感じですね、はい、そうですね。じゃあこれちょっと1本だけね、先ほどのこの自慢の道具で緩めてみたいと思いますんで。まあなかなかないですけども、ほぼ手締めの状態、まあ締まってるとこですね。あー高い、違いますね。まあ動いちゃってるんでね、もうこれ確かにちょっとだけこれぐらいだったとしても、まだ全然規定トルクには達してないですけど。おー、違いますね。多少ね、違うんですけど、これ本当にってなると思うんですよね。音の違いなんてなかなか判断が難しい。で、本当の点検ハンマーの正しい使い方をね、ちょっとご紹介しておきたいと思うんですけど、叩くときに音で判断するだけではなくて、右手で叩いて、左手で反対側を左手に添えるんです。これで閉まってると左手に振動が伝わってこないんですね。要はこのネジ山とナットがしっかりこう組み合わさってるんで、ブレないと。おお。で仮にこれ緩んでると、こう叩いた時に反対側に振動が伝わるんですよ。これはね、ちょっとやってみていただき、ちょっと触ってみたいですね、はい、ちょっとやってみていただき、あ、じゃあ自分もちょっと左手を、はい、あ、手袋です、すいません。この状態で音と振動を確かめてみようと思います。はい、じゃあまず閉まってる方、閉まってますね、はい、ここ押さえて、ね、人差し指と中指をこんな感じで、平らな面に2本くる、あ、こうなんですね。そうです、あ、こう押さえ て反対側から、はい、強く叩いてください。 あ、全然振動来ないですね。で、じゃあ一方その隣の緩めたやつ、はい、ここですね、はい、じゃあ同じように押さえてやってみてください。うわ、強く、これ、はい、来ます振動、
わかりますか？全然違う。左手の方にちょっとこう弾かれてるような感触がきますきます。思うんですよ。あ、ないないない。はい、全然違うこれ。音も違うんですけど、振動がやっぱりきますね。そうですね。想像以上に手と指っていうそのね人間であるこの感覚でも調べられるっていうのは素晴らしい。そうですね。いやー、面白いですね。はい、で昔はこの増し締めが規定にされてなかった頃の大型トラックの3ヶ月点検っていうのはこれで。ああ。これは本当に私が20年前に整備士になった時に。先輩に教わって、へこうこここうだからって叩けばここに振動来るから言われて正確に言ってくれないと分かんないよなと思って、へ自分で空き時間にナット緩めてみて、緩めて叩いたらおってなってそれでまあ覚えたと。なるほど。いうことで感覚なんで、おいやこれすごいです、はい、本当これはちょっと参考情報でということで。